挑戦をしようとしている一人の日本人のミュージシャンがいるということなんですけども、はい、そうなんですよ。でそこでですね、私とギャスカナミトです。無理です。ギャスカ、すっごいもうかっこよかったんでじっくりご覧ください。 VTR どうぞ。アメリカ西海岸のインディーズシーンで大ブレイクし、メジャーデビュー直前のダウンバイフォーが緊急来日。日本人天才ギタリストマサシをリーダーに、昨年リリースされたファーストアルバムソシアルラブリケーションはアメリカでのメジャーバンドの登竜門ともいえる全米カレッジラジオステーションで人気を博す。まさに日本が誇るスーパーバン。私なんか初めて今日見て本当に、うん、なんていうのかな、喋るとね涙出てきちゃう、うん、ここまで頑張ってメジャー CD 出してもっとメジャーならもっと有名ならもっともっと上に行こうってみんながこう一致団結して頑張ってれば絶対夢は叶う。俺は僕は昔からねずっと考えてたのが、どんなに時間がかかっても本物を作っていれば絶対に力を貸してもらえると思ってたから、力を持ってる人に出会うと思ったし、ただ俺がやらなきゃいけないのはギタリストとしてミュージシャンとして自分を完成させることだし、完成した人と完成したバンドを作って俺がやりたいと思ってたことにを実現させることで、僕としては、うん、やはり僕は日本人だから、やはりだからさっき聞かれたように日本に帰ってきた理由の大きなところ、僕は日本から出たいのね。日本が発見して日本が見つけたバンドが世界に出て、英語だからオーストラリアのマーケットでもヨーロッパのマーケットも行けるし、アメリカのマーケットももちろん行けるし、だから今のこのメジャー寸前までここまで俺らはハリウッドでピカピカに自分のバンドを磨いてきたから、ここで今日本のマーケットに来たの理由としては、この一番脂が乗ったところを見つけて持ってってもらって、この日本から俺のバンドなんだから世界に出たいなっていう、熱い、それが俺の夢かな。すごい熱い、ねえ日本すごいだろって言いたいでしょ。言いたいです、うん、今日は本当に熱い気持ちを伝わってきたんで本当にありがとうございます。ありがとうございます。とんでもない、どうもありがとう。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。大変熱く語っていただきまして、さんという方は、うん、このアメリカ、日本からアメリカに行ってやっぱり永住権を取るためにもすごい苦労した方なんですよね。バンド音楽やりたいっていう気持ちもあるんですけども、永住権取るためにサラリーマンをやったりとか、あとねボーカルでパメラさんっていう女性の方なんですけども、すごい高音も綺麗だし実力をすごく持ってる方なんですよ。でもまだメジャーになれない、これからだっていう話を本当に熱く語っていただいて、なんかこう一生懸命何かをやろうとするじゃないですか、本物で何かをやっていればってすごい自分を信じてたりとか仲間を信じてたりとかって、そうやって一生懸命頑張ろうとしてる姿ってやっぱり女性から見ても素敵だなって思うじゃないですか。頑張ってほしいなって思いますよね。でダウンバイフォーさんも4人グループじゃないですか。で私たちも4人グループだし、なんかお話聞いてる間になんか私たちのこととなんか照らし合わせてすごい考えちゃって、すごい感動しちゃいました。すごくね、今の努力も絶対にね、妙味すごい。音楽は言葉の壁を越えてるからね、うん、日本語じゃなくてもそのあれだということで、世界に頑張って生きてもらいたいと思います。はい。でこのダウンバイフォーの CD をプレゼント、はい、はい、そうです、はい、このダウンバイフォーの CD と T シャツをセットにして5名様にプレゼントしちゃいます。はい、これはメンバーの方がデザインした超レアものな T シャツです。さあ私もですね頑張っていきたいと思います。 CM の後も熱くみんなで盛り上げましょう。グッライグッライ I'll be good グッライグッライ